ハン・ミツナリは、朝鮮民主主義人民共和国、ピョンヤン出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。AFCU-16 選手権で北朝鮮を優勝に導き、2017年に北朝鮮出身のサッカー選手として、初めて、セリエ A 並びに、欧州5大リーグで出場し、得点を挙げた選手。イギリスガーディアン氏の、世界で最も才能ある。 U-18 フットボーラー50人に選ばれるなど将来を期待されるストライカーである。ユース時代は北朝鮮国内の超英体育団に席を置きながら北朝鮮のサッカー選手育成プロジェクトの一期生としてイタリアのペルージャの ISM アカデミーでトレーニングを積んだ。2016年9月11日に18歳となり FIFA フフ規定による国際移籍が可能となると 2017年2月にイタリアセリエ A のカリアリにテスト生として加入。同年3月のトルネオディビアレッジョにユースチームの一員として出場し、パルマ FC 戦でバイシュクルシュートを決めるなど活躍すると3月10日にはカリアリとユース選手として契約を結び、北朝鮮人選手としては前年にアクフフィオレンティーナに入団した。 再生赤以来二人目のセリエ A 所属選手となった。また同時に、カリアリに所属した初めてのアジア人選手にもなった。3月19日のラツ予選からトップチームに招集されるようになり、4月2日のパレルモ戦で86分から途中出場しセリエ A デビュー。戦術の際はトップチームで出場することなく対談したため、ハンが北朝鮮生まれの選手として、 セリエ A 及び欧州古代リーグに初めて出場した選手となった。デビューから2試合目となった4月10日のトリノ戦では81分から途中出場し、後半アディショナルタイムにヘディングシュートを決めて初得点を記録し、北朝鮮人として欧州古代リーグで初めて得点を挙げた選手となった。4月13日にはカリアリと 新たに2022年6月30日までのプロ契約を結んだ。2017から18シーズンはセリエ B のペルージャへレンタル移籍し、開幕戦のビルトゥスエンテラ戦でハットトリックを達成するなど、1月までの17試合で7ゴール、3アシストを記録した。この活躍からユベントスがカディアリに獲得オファーを提示したが、移籍は実現せず、最終的には、 期間前倒しで半年ぶりにカリアリに復帰することになった。2018年3月18日にカリアリと2023年まで契約を延長した。2019年9月2日、u 2 3ユベントス FC に買取義務付きの2年間のレンタルで移籍することが発表された。2020年1月8日、買取を行使した上で、 トップチームでの出場機会がないまま、移籍金700万ユーロ、5年契約で、カタールスターズリーグのあるルト・ハイル SC に移籍した。2019から20シーズンは10試合に出場し3得点を挙げたが、2020から21シーズンのメンバーには登録されておらず、国連安全保障理事会による、加盟国内の北朝鮮労働者を送還するよう、 求める対北朝鮮制裁のため対談させられたと報じられている。またユベントスからアルド・ファイルへの移籍についても同制裁への違反を安全保障理事会より指摘されていると報じられた。北朝鮮代表として AFCU-16 選手権2014ではキャプテンとして全6試合に出場し4得点を挙げ北朝鮮の2大会ぶり2度目の優勝に貢献。 2015FIFAU-17 ワールドカップでも北朝鮮の全4試合に出場しベスト16入りに貢献した。2017年6月6日のカタールとの親善試合で A 代表デビュー。2019年11月14日の 2022FIFA ワールドカップアジア2次予選トルクメニスタン戦で代表初ゴールを挙げた。 ペルージャ遺跡後の活躍から2017年9月24日にペルージャ会長のマシミリアーノ・サントパードレと共に現地の TV 番組に出演する予定だったが直前で出演をキャンセルしたその後現地新聞の取材によりサントパードレは出演キャンセルが北朝鮮からの電話要請によるものであったこと TV 出演した場合には反の強制帰国や反の家族に危険が及ぶ 可能性があったことを明かした。ありがとうございます。